新しいステージへ、ミュージカル生きる。皆さんこんにちは、小説家役の小西良生です。この作品は黒沢作品の生きるという映画が元になっているミュージカルなんですけども、やはり世界の黒沢のあの物語の骨太さとか、あとどの時代でも普遍的な、テーマだったりとか、そういうものをミュージカルならではの見せ方で、皆さんにお伝えできるというのがこの作品の魅力かなと思います。この作品の僕の本当に強い記憶として残っているのが、作品を見終わった後のあのカーテンコール あのお客様のこの熱気とか、あとみんながこうカーテンが閉まる前にうわって一斉に立って拍手してくれたんですよね。でそれぐらいこの作品のテーマが皆さんに届いたというあの強い印象があるので、もう一度やりたいなっていうのはもう当時から思っていて、それができるとなった時はすごく嬉しかったです。で前回は僕市村正親さんと完全にあの固定のペアだったんですけども、あのその当時から市村さんはもちろん、あの加賀さんのあの役作りっていうのもまたすごく魅力的で、あどちらともやってみたいなと思っていたので、それも今回叶うということで、初演以上に楽しみだなと思っています。今このコロナ禍の中で演劇というものが以前の通りに皆さんに届けるっていうのがまだ難しい状況で、僕らもすごく悩むんですよ。必要なものなのかどうかとか、皆さんにとって、本当に求めているものを届けることができるのかどうかとか、ただこの作品だけは、この状況下の中で今こそやるべき作品だなと感じています。でやっぱり娯楽というものは生活の中で必ず必要なものだと思うんですよ。でそれがなかったらこの作品のタイトルである生きるということの生きる力というか、そういうものが生まれてこないと僕自身の人生の中では感じているので、この作品をきっかけに皆さんの生活の中にあこれが必要なんだっていうことを、思っていただければなと思ってます。小説家という役はこの作品の中では今回狂言回しの立場でもあり、でそれから作品の中では僕と渡辺という全然真逆のこう人生を生きているような、その対比みたいなものを見せる役目でもあって、だからろくでもない人間なんですよ。渡辺が本当に定年間近まですごく質素に生活をして波風の立たないような、本当にある見方をすればつまらない生き方をしている人間に対して、小説家っていうのは小説家としては全然大成してない人間なんだけど、まあひょうひょうと生きてるんですよね。でもともとろくでもない人間で、夜の街をなんかこう悠々と自的に歩いているような生活しているようなやつ、それが渡辺と出会って変わっていくっていうのが物語の冒頭に来る。でそれがどう変わったのかっていうのを見せることで、渡辺という人間がこうどれだけその最後の短い人生を魅力的に生きたかっていうのを伝える役目だなと思ってます。であとやっぱ作品的にはすごく初演の時難しかったんですよ。作るのが生きるって黒沢作品の中でも活劇ではないので、すごく地味な作品にもなり得るものだったのを、まあ、華やかに見せる役割もあるかなと思ってます。やっぱりミュージカル界のレジェンドなんですよね、お二人は。で劇場での支配力というか、お客様への影響力、それから僕ら役者に対しての影響力というのはもうとんでもなく大きいものだなって前回実感しました。で渡辺って一幕ほとんど喋ってないんですよ。もう一幕ラストで歌うまで本当にボソボソって喋るような役なので、それを存在感でできるというか、で存在感っていうのも役から外れずにですよ。渡辺はその最後に気づく、一幕ラストにこう生きるということに気づくまでの時間っていうのはとても地味な人物ですので、なのにとってもね魅力的なんですよ。で市村さんとはすごくがっつり組ませてやらせてもらったので、
今回やはり加賀さんともできるということがすごく楽しみです。今だからこそ見てほしいミュージカル、生きる、劇場でお待ちしています。